右から来るぞと思ったら斜め下から生えてくる。どうも皆さんこんにちは、TK ヒーローです。さあ今回なんですけどもね、今回はね、Amazon で珍しいトイガンを発見したので、購入してみました。それが、こちら。ちょっと待ってね、今運んでるからね。今持ってくからね。よいしょ。箱がでけえんだよ、これ。箱はでかいんだけど軽いんだよ。はい、こちらですね。さあ、この中には果たして何が入っているのか。まあ多分タイトルには書いてあると思うんだけどさ。まあそういうことは気にせずね、とりあえず、この中身は何なのか、開けてみたいと思います。よし、じゃあ、開けるか。な。久しぶりの登場。100均のナイフ。おお！ほう！おお！でも大丈夫。精密機器じゃないからね。では、開封！そいそい！あー、ういっす！もうそろそろこのナイフも買い替えかな。歯が汚い。パカパカパカ！大量の紙。ほっ！おー！おお、すげえぞこれ。おい、はい、今回購入したのはこちらです。はい、アマゾンで3000円ぐらいだったかな、2900円ぐらいで売ってたカートリッジ式の M4A1 です。しかもね、これ BB 弾だけじゃなくて、あのぷよぷよボールってやつ、いわゆるあの水分をさ吸わせて、あの膨らませる、あれも打てるみたいなんですね。はい、パッケージはこんな感じでございます。あれ、でっかいね、おい。思ったよりでかいよ。思ったよりでかい。よし。これ、どっから開けるんだ？どっから開けるんだよ。どっから開けんすか？これ、横だな。やばいね、これ。おもちゃなんだけど、なんか、めっちゃワクワクする、これ。こういうの開けるのね、めっちゃワクワクするわ。よし。あはは。おー。おいいね、おい。これ、おー、なんだなんだ？あ、説明書だ。取扱説明書。読めません！日本語にしてくれ。それでは、まあ、本体で早速遊びたいのは山々なんですけども、まずは、付属品から見ていきましょうかね。まずこれがですね、はい、シューティンググラス。これ割れそうだね、でも。めっちゃね、ペラペラ。多分これ割れる。危ない。ちょっとこれ今度撃ってみたとかやったら面白いかもね。多分割れると思うよ、これ。つうか、しかもさ、レンズがめっちゃ歪んでんだけど、これ。レンズがめっちゃ歪んでるよ。で、次、これがね、スリングですね。一応、スリングが付属しております。はい、そしてこちら。こちらがね、装弾器って書いてある。まあ、BB ローダーかな。使い方が全然わかんねえんだけど。何これ？どうすんの？はー、なるほど。すげえこれ。あ、これはね、ちょっとすごいわ。いや、このローダー面白い構造してる。これカートリッジなんですけども、ここにね、穴開いてんですよ。ここにカートリッジのケツを刺して、で、こうやって押し込む。そうすると、ほら、弾が入る。これ面白いね。中国製舐めてたわ。こういう発想はいいね。このアイディアは面白いですね。それじゃあね、もうちょっと出しちゃったから、カートリッジを紹介しましょうか。カートリッジがですね、こちらですね。まあ、サイズはちっちゃいですけども、割と 5.56 っぽい形はしてますね。結構、造形はいいかと思います。ただ、材質はプラスチックなので非常に軽いです。そしてこちらが付属の BB 弾。これ 6mm ですね。6mm BB 弾と、ぷよぷよボール。水に入れて膨らませるとサイズが 6mm から 7mm のサイズになるみたいです。それで、これが、これは、あ、レーザーポインターだ。うわ、懐かしい。レーザーポインターがついてるよ。昔ね、あの、お祭りのさ、くじ引きとかやるとレーザーポインター付きの安っちい銃もらえましたけども、今、レーザーの規制とかでそういうのダメになったのかね？あんま見なくなりましたけども。懐かしいね。こういうなんか安っちい銃についてるレーザーポインター。まあ、ただこれ20ミリよりちっちゃいかな。なので、普通のガスガンとかには多分、ポン付けはできないです。はい、そしてこちらがマガジン。まあ、普通のコルト純正のマガジンじゃなくて、マグプルタイプみたいなマガジンですね。で、マガジンサイズも、ちょい小さめですね。ボーイズサイズかな。
はい、そしてこちらが本体です。まあ、マガジンがちっちゃかったので想像はついたかと思いますけども、こちら、銃本体もちっちゃいです。多分、ボーイズぐらいかな。丸いの電動ガンボーイズぐらいのサイズだと思います。で、特にね、このストック伸ばせたりとか、キャリハン外せたりとか、そういうのはないですね。ほんと全部一体成形で、稼働するのはマガジンキャッチボタンと、あとコッキングのためのチャージングハンドル。そしてね、あ、ここすごいわ。一応このリアサイトは2段階に切り替えができます。で、ストックがご覧のように、ノーマルタイプではなくクレーンストックがついていて、ここにはスリング取り付け用のフックがあります。で、同じく前にもスリング取り付け用のフックがありますね。マガジンを入れると、はい、こんな感じになります。で、じゃあレーザーもつけてみようか。あー、いいね。かっこいいね。それでは、実際にマガジンにカートリッジを込めてみましょう。これがね、一番テンション上がる。これが一番テンション上がるんだよ。はい、込めるよ。おお。うわ、すげえ、これもう、完全モデルガンいじってる感覚。いや、マジでマジで。本当にこれモデルガンで遊んでる感覚だ。あ、このマガジンに弾を込めるだけでもご飯3杯いけるわ。やばい、もうこれができるだけで3000円出す価値あるわ。はい、付属のカート10発全部込め終わりました。多分これ最大相談数10発ですね。では、マガジンを込めて、チャージングハンドルを引いてみます。見える？カート見えるかな？重っ！これ、チャーハンめっちゃ重いんだけど。はい、引き切りました。切って、俺も見たいんだけど、まあいいや、先にじゃあこっちに見せようか。見えるかな？はい、カートリッジがありますね。これが、はい、カートリッジがチャンバーに入りました。で、引きます。お、ちゃんと、あ、すげえ、ちゃんとこれ、エキストラクターに引っかかってる。あ、すげえ。で、引いて、あれ？あれ？エジェクターないの？これ。え、カート弾き出されないの？なるほど、なるほど、わかった、わかった、わかった。これね、打たないとダメなんだ。打たないとダメみたい。だから、チャーハン引いて、カートリッジ送り込みます。で、打ちます。それで引くと、おーやばいね、これ。え、マジでめっちゃかっこいいよ、これ。いきますよ、空打ちです。で、チャーハン引く。はぁ、いいわあー、ちょっとたまに廃墟をミスるあたりがね、リアルでいいと思う。いや、これマジすげえっす。あのね、やばい、こんなね、クオリティ高いと思わなかった。だってこれ、3000円だよ、3000円。3000円でさ、マガジンにカートを装填できて、撃ったらじゃない、撃つ前にちゃんと、こうマガジンからチャンバーに加えていくときにさ、エキストラクターがちゃんと加えてくんだよ。モデルガン並みだよ、だって。すげえ。めっちゃテンション上がってるぜ、今俺これ。やばい、これはちょっとやばい。じゃあもう、早速、弾撃ってみます。弾撃ってみる。どんぐらいあの弾が飛ぶ、いや違う。弾のね、飛ぶ性能を期待しちゃいけないんだよ、これは。これ弾が飛んだらありがたいと思うぐらいのもんだ。まあでもね、でもせっかくですから、弾を飛ばしてみたいと思います。それでは、カートリッジに BB 弾を込めましょう。まあとりあえずじゃあ5発撃ってみます。で、マガジンにね、カートリッジを込めます。いや、もうやばいわ。これをずっとやってたい。じゃあ、撃ってみましょうか。マガジン入れました。チャージングハンドル引きます。カートリッジが見えます。カートリッジをチャンバーに送ります。では、撃ちます。レーザーポインター、オン！ビー。つうかこれ、ちっちゃくて狙いづらい。こうやってやった方がいいかな、これ。ちょろいもんだぞ、撃ちやろ。あー、そんなもんか。カートリッジの行く先を見てないとなくしそうで怖いな。ちょろいもんだぜ。そんなにパワーはないね。10斤ぐらいのパワーかもしんないね、これ。あ、でもなんかちゃんと、パッキンがちゃんとしてればね、結構なパワーで飛んでくわ。金のせいだな、これ。多分これね、本来はパワー18金並みのパワーあると思う。
なんだけど、このカートリッジのパッキンがね、結構ばらつきがあるから、それのせいでパワーにも結構ねばらつきがあるね。だからパッキンがちゃんとしてるカートリッジだったら結構な速度で飛んだ。でもね、それでも丸いの18歳以上用のエアコキには及ばないですね。じゃあちょっとせっかくだから、このぷよぷよボール、これ使ってみよっか。では、今からこのぷよぷよボールを、膨らまします。ちょっとぷよぷよボール膨らませるのがうまくいかなかったので、本当に申し訳ないんですけども、ちょっとぷよぷよボールでの実写はまた今度でいいですか？なんだろうね。なんかうまくいかないんだよね。まあ、なので、とりあえず、もう一回ね、普通に BB 弾で撃ってみたいと思います。はい、というわけで今回はですね、こちら3000円で売っていたカートリッジ式の M4A1 エアガンの紹介でした。まあ、ちょっとね、うまくぷよぷよボールが膨らまなくて、それで撃てなかったのが残念ですけども。いや、でもね、でも、これやばいわ、マジで。だって3000円だぜ。3000円で、こうやってね、カートリッジを込めてさ、で、撃てるわけなんですから。いや、本当この価格でこの楽しみ方ができるのはマジでありえねえ。半端ねえっす。で、しかもね、ちょっとマニアックなことを言うと、ちゃんとエキストラクターがカートリッジを噛んで、それでチャンバーにね、送り込んでいる。で、ちゃんと廃墟するときはエジェクターが稼働して、こう、ぴょんと。こんな感じでカートを弾き出してくれる。ほんとね、モデルガンとかと同じなんですよ。だからほんとにこれはびっくりした、マジで。なんかね、正直な話ね。もっとチャッチンだろうなって思ってたんですよ。本体もなんかもっとちっちゃくて、こうペラペラでね、めちゃくちゃ軽いみたいな、そういうの想像してたんですよ。そしたらね、意外や意外、超リアル。惜しいのはね、サイズぐらいかな。サイズがちょっとちっちゃいから、それが残念だね。あとはね、まあ、実写性能ははっきり言ってしょぼいです。まっすぐ飛ばない。ホップアップがついてないからってのもあるだろうし、まあ、あと安いね。中国製のおもちゃですから、多分これはもう、実写性能うんぬんじゃなくて、カートリッジを入れて、カートリッジを弾いて遊ぶ。そういうものですね。でね、この、カートリッジを廃墟するときに、たまにちょっと失敗してカートリッジが詰まるとかね、そのあたりもね、もうライブカートの楽しさですよ。もうジャムるっていうのが楽しめるのも、ほんといいと思う。これもほんと楽しみの一つですから。不良じゃなくて、楽しみです。まあなのでね、こう実写性能とかよりも、とにかくモデルガン的な遊び方をしたい。まあお座敷シューターの方ですかね。そういった方におすすめの一丁かと思います。それでは。じゃあねー。